こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は数々の男を惑わしてきた世界の美女たちの、波乱万丈の生涯と哀れな末路を紹介しよう。まずは中国美女たちの哀れな末路参戦だ。末路って聞くとワクワクが抑えられないわ。その美しさゆえに残酷な最後を迎えた、美女たちの運命に注目だ。最初は石夫人を紹介しよう。石夫人は、前漢初代皇帝劉邦の側室として知られる女性だ。踊りの才能があり、碁の技術にも優れていた。劉邦との遠征中には、一緒に碁を打つこともあったという。夫の劉邦は蘇韓戦争を勝ち抜いて、中国を統一した人物として有名だな。豪と劉邦の劉邦ね。彼が戦った蘇韓戦争は、紀元前206年から紀元前202年にかけて行われた。劉邦率いる韓軍と豪率いる蘇軍が激しく戦い、最後は劉邦が勝利して天下統一を果たしたんだ。この戦争中に石夫人は劉邦に見初められ、寵愛を受けたんだよ。二人の間には、息子の劉如意が生まれたんだぜ。皇帝の息子ってことは後継ぎね。成長するにつれて劉如意は指導者の素質に目覚め、後継ぎ候補として注目された。寵愛する石夫人から懇願されたのもあって、後継ぎとして決まりかけていたんだ。劉邦自身も彼を気に入っていたが、重臣たちからは強い反対を受けたんだよ。なぜなら石夫人は妾だったからな。あちゃー。いいとこの家でよく聞くやつね。ちなみにもう一人の後継ぎ候補がいて、息子の劉瑛だった。彼は劉邦と皇后の予知の間の子だ。予知ってなんか聞いたことあるわ。予知は中国三大悪女の一人として有名だな。詳しくは後で出てくるけど、権力を傘に着てえぐい処刑をしまくったんだ。ちなみに後の二人は側転武功と正太后。側転武功は高齢になってからイケメンハーレムを作り、毎晩楽しんだ女帝。正太后は全国からイケメンを集め、一晩のお楽しみの後始末した身長最悪の女性だぞ。どっちもエロに貪欲すぎるでしょ。さて話を戻そう。劉瑛は劉如意と違って正妻の予知との子だが、周りからは後継ぎの資質を疑われていた。しかしなんとか自分の才能を示し、劉邦の信用を得ることに成功したんだ。劉瑛は認められ、劉如意には大王と長王の位が与えられたんだぜ。せっかくの才能がもったいない気もするわ。ちなみに劉如意の方が劉邦と顔が似ていて、父の劉邦的にはそれで気に入っていたとも言われているな。そんなことでって思うけど意外とそんなもんかも。さてこうして劉瑛が後継ぎになったが、正妻の予知には不満が残った。劉邦が皇后の自分ではなく、側室の石夫人の子をしたからだ。それで予知はプライドを痛く傷つけられ、石夫人と劉如意を憎むようになったんだよ。息子が皇帝になれたのにまだ不満なの？紀元前195年に劉邦が没すると、劉瑛が二代目皇帝に即位した。予知も皇太后となり、摂政の座に就いたんだ。なんか怪しい匂いがしてきたわね。彼女は自らの立場を利用し、権力を欲しいままにした。もはや劉邦が亡くなっているので、邪魔をする者はいなかったからな。早くなんとかしないとやばいわ。彼女は手始めに、石夫人を宮殿内の牢獄に監禁した。そして囚人服を着せ、長い髪の毛を剃って丸坊主にさせたんだ。さらにはそこで一日中豆をつくという、不名誉な罰を与えたんだぜ。監禁もひどいけど丸坊主もかわいそうすぎる。そして劉如意に対しても攻撃を始めた。自分のいる宮廷に彼を呼び寄せ、隙を見て命を奪おうとしたんだ。異母系である劉瑛は予知の意図を見抜き、計画を阻止しようと守ったらしい。しかし仮に出かけた一瞬の間に、予知は劉如意に毒を持ったんだよ。劉瑛はそれを知って、嗚咽するほど嘆き悲しんだという。劉瑛と劉如意は意外と仲良かったみたい。そのようだな。そもそも劉瑛は穏やかな性格らしく、どうも両親とは気が合わなかったようだぞ。ちょっと不幸な話かもね。さて予知だが、ゆくゆくは監獄に入れた石夫人の命も奪おうと考えていた。そしてその仕打ちは、残酷な刑罰が横行した古代中国でも特にひどかったと語り継がれているんだ。確かに古代中国って残酷な罰が多いのよね。でも特にひどいってどういうこと？石夫人が受けた刑罰を、人呼んで人帝という。人帝って聞いたことないわね。帝は豚という意味の漢字で、要するに豚人間の刑ということになるな。豚人間ってどういうこと？これから説明していこう。ただしかなり過激な内容だから注意してくれよ。なんか怖いわ。石夫人は手始めに両手両足を切り落とされ、頭と胴体だけにされた。さらに目玉をくり抜かれ、薬品を使って耳と声を潰されたんだ。すでにめちゃくちゃじゃない。それだけじゃない。その上で便所に放り込まれるって仕打ちを受けたんだ。その便所の中では豚が飼われていて、人間の排泄物を処理していた。広い穴が掘られ、上には張り出した場所があってそこで用を足すような便所だな。さすがに不潔そう。こうして豚便所に放り込まれた石夫人は手足や耳止め、声を失い、豚と共に排泄物まみれで最後を迎えたんだぜ。うわぁ。
確かにこれ以上ないくらい残虐ね。赤夫人が苦しむ姿を見た余地は笑い転げたという。しかも息子の雄英をその場に呼び、わざわざ赤夫人の様子を見せたんだ。いや悪趣味すぎるでしょ。人の心が皆無だわ。彼女のあまりに悲惨な姿に雄英はショックを受け、悲しみに打ちひしがれた。それからは酒と女に溺れる日々を送り、結局23歳の若さで急死してしまったんだよ。全員が不幸で救いがない話ね。こうして悲惨な最後を遂げた赤夫人だが、後にトイレを司る神として祀られたんだ。つまり今では世の中のトイレを司り、人々に幸福をもたらす女神ってわけだな。ええ、まさにトイレの神様ね。ああ、上弦節や中弦節の時には、トイレの前で彼女を拝む習慣があるそうだぞ。あまりにも不憫すぎる最後だったし、個人的にはそのぐらいしてあげてもいいと思うんだぜ。確かにそうかもね。次は逃亡系を紹介しよう。逃亡系は前漢の時代の女性で、劉許という男の側室だった。劉許は第六代皇帝慶帝のひ孫にあたり、光線王という地位にあった人物だな。その偉い人のおめかけさんの話ね。そういうこと。逃亡系はその美しさから劉許に見染められ、寵愛を受けたんだ。劉許には昇進という制裁がいたが、彼女は逃亡系ばかり寵愛を受けるのに苛立ち、なんとか逃亡系を貶めたいと考えたんだよ。ええ、性悪女の代表みたいなやつだわ。ある時、昇進は逃亡系を中傷して言った。あの女は私に失礼な態度をとります。それにいつも私より新しい服を着ています。もしかして盗んでいるのではないでしょうか？うわぁ、完全にイチャモンでしょ。しかし劉許は、気に留めない様子でこう言った。どれだけ逃亡系の悪口を言っても、私の愛情は変わらないよ。それこそ不倫でもしない限り罰を与えたりはしない。全く相手にされてないわ。だがこの返答に、昇進はさらに怒りを募らせたんだ。なんか嫌な展開しか想像できないんですけど。まあ先を聞いてくれ。ある日逃亡系が家に画家を招き、自分の部屋を描かせる機会があったんだ。彼女は、ふと自分の姿を絵に残したくなったらしい。そして画家の前で服を脱ぎ、ポーズをとってその絵を描かせたんだ。いわゆるヌードモデルってやつだな。へえ、この時代に女性がそういうことするのは珍しい気がするわ。確かに当時は保守的な考え方が強かったから、女性が人前で肌を出すのはタブーだったぞ。逃亡系のこのエピソードは、最古のヌードモデルと言われるぐらいなんだぜ。へえ、そりゃなかなかぶっ飛んでるわね。でも、すぐ噂になりそうだわ。多分高級でも話題になったんだろうな。その噂を聞きつけた昇進は、ついに彼女を穴にはめる方法を思いついたんだ。まずいまずい。彼女は遊居のところへ行ってこう告げた。この間逃亡系の部屋に画家が来ましたが、彼女はなぜかその前で肩や背中を出していました。しかも裸のまま彼に寄りかかっていました。もしかすると、あれは不倫しているのではないでしょうか？服まで脱いでるってなるとちょっと厄介ね。これを聞いた遊居は、逃亡系への愛が一気に冷めてしまったんだぜ。あちゃー。でもそのぐらいで冷めるもん。どうやらもともと嫉妬深い性格だったらしいな。ええ？さっきの余裕はどこ行ったのよ。こうなってくるともう時間の問題だった。遊居が昇進や目かけたちと酒を飲んでいると、逃亡系が姿を見せたんだ。すると遊居は逃亡系への疑いを込めた詩を読んだらしい。そして誰のことを言っているかわかるはずだと告げたんだよ。なんか回りくどくない？まあ時代が時代だからな。そして昇進も、ここぞとばかりに彼女の不倫を告発し始めたんだ。ん？でも不倫は嘘っぱちだったのよね？まあ、さも真実みたいに言い立てたんだろう。とんでもない女じゃない。こうして激上した遊居は昇進や側室たちと一緒に、逃亡系の屋敷へ行った。そして彼女の服を脱がし、側室たちに何度も鞭で打たせたんだ。うへぇ？鞭打ちってマジで痛そう。さらに彼女の肌を真っ赤に熱した鉄で焼いた。うわぁ。あまりの屈辱に耐えきれず、彼女は井戸に身を投げようとした。しかし、まだまだ終わらなかったんだ。逃亡系を井戸から引き上げ、耳と鼻を削ぎ落とし舌を切り落としたんだよ。さらにダメ押しで、陰部に杭を打ち込んだんだぜ。やってることやばすぎでしょ。逃亡系は耐えきれず絶命してしまった。それからあとは体を小さく切り刻み、大釜に放り込んで釜茹でにしたんだ。最後は釜の中に毒を加え、一昼夜煮込んでドロドロに溶かしてしまったそうだぞ。いやそこまでやる？あと毒を入れる意味。毒はよくわからないが、いわゆる釜茹で系というやつだな。中国では割とポピュラーな刑罰で、かなり古い時代からあったことが知られているんだ。陰の中央という数々の残虐な刑罰を考案した王様が、最古の釜茹でをやったらしい。趣味が悪すぎる。さっき出てきた幸運と幽法の幸運、三国時代の董卓、モンゴル帝国のチンギスカンなんかもやっているぞ。ちなみに日本だと石川五右衛門の釜茹でが有名だな。確かに日本にもあったわね。遊居は側室たちに、その様子をしっかり見るよう命じたんだ。要は見せしめってことだろう。
しかも最後には逃亡系の妹のところへ行き、その命も奪ってしまったそうなんだぜ。どんだけやりたい放題？これが前漢時代の美女、逃亡系の末路だ。それからも遊女は昇進の嘘に何度も騙され、10人以上の側室を残酷に処分してしまった。ついにはそれが発覚し、光線王の地位を取り上げられてしまったんだぜ。そして最終的に、自らの命を絶ってしまったと伝えられているな。正直、自業自得のアホ男としか思えないわ。3人目は賢人皇后を紹介しよう。賢人皇后は壮大の女性で、北宋第8代皇帝帰巣の妃として知られる。第7代皇帝皇宗の母親にもあたるぞ。皇帝の奥さんなのね。ああ。そして北宋は1127年の成功の変で、一度滅んだ後に南宋として再建されたんだ。成功の変は北宋の首都解放が占拠され、滅亡を招いてしまった原因なんだよ。この時の敵が金という国だったんだぜ。金はどんな国だったの？金は12世紀前半から13世紀前半まで、満州から中国北半分にかけてを支配した。しかし女真族という民族による征服王朝だから、その後の中国ではあまり人気がなかったんだ。北宋を滅亡させるが、その後はモンゴル帝国によって滅ぼされるぞ。ほえー、最後はモンゴルに負けちゃうのね。そういうこと。そもそも北宋の北側には遼という国があって、目の上の炭鉱部状態だった。それで北宋は金と手を組んで遼を攻撃したんだが、その後かつての味方だった金を攻めたんだ。手のひらくるっくるじゃない。これに激怒した金が北宋を攻め返し、そのまま首都解放を落としたわけだよ。さすがに自業自得としか言えないわ。そうだよな。さて戦に敗れた北宋の皇族は金まで連行された。そしてこの捕虜の中には賢人皇后もいたんだぜ。捕虜として敵国に行くってやばい匂いがする。連行された捕虜の中の女性たちは、戦院という施設に送られた。ここは金が公式に運営する議員だったんだ。議員って何なの？要するに国がやってる慰安所だろうな。そうから連行された皇太后や皇后、女官や宮女に至るまでたくさんの女性が、この施設へ送られた。そして彼女たちは、長いこと性的な奉仕を強要されたんだよ。うわぁ、さすがに悲惨すぎるでしょ。さらには幼い王女たちもここに入り、成長した後金の将軍の妻や妾にされたり、戦院で働かせられている。成功の変で戦院に入った層の女性の数は、1万人以上もいたと言われるんだぜ。数が多すぎてビビるわ。司書によれば戦院には決まった制服があり、上半身を露出して羊の毛皮を着用するという奇抜なものだったんだ。半裸に毛皮ってめちゃくちゃ野生的ね。というか制服の癖が強すぎる。さらには兵士の機関時にも戦院の女性は呼ばれた。そして主演で働かされたり、皇帝や将軍から養殖されたんだ。賢人皇后は皇后という身分にもかかわらず、一晩で105人もの客を相手にしたと言われているな。いやどうなってんのよ、仮にも皇帝の奥さんに。しかも記録によると、彼女は容姿も普通だし高齢だったらしい。だが北宋の人々に屈辱を与えるためだけに、何度も養殖されたという話なんだぜ。もう尊厳も何もないわ。帰巣も成功の変で金軍に連行されたから、残された皇宗は中国南部に南宋を建国し、皇帝として即位。結局1142年に金との和平が成立すると、賢人皇后はようやく南宋への帰還が許されたんだ。やっと帰れてよかったわね。これで一安心というところだが、晩年には一時期失明するなど病気に苦しんだ。名医に直してもらって片目は持ちこたえたんだが、もう片方は失明してしまったんだぜ。波乱万丈すぎるでしょ。晩年は故国で過ごした彼女だが、金にいた頃に向こうの将軍の子供を産んだことで、不名誉な噂が立ったらしく、なかなか生きづらかったんじゃないかと思うぞ。本人は悪くないだけに辛すぎるわね。お次はインドのお話だ。霊夢は、インドと聞いて何を連想する？インド？そうね、沐浴とかヨガ、美女が多い、他は人口が多いぐらい、かな。そうだな。イメージはエスニックな極彩色に彩られた宗教色の強い国ってとこじゃないか？そうね、そんな感じね。しかし、身分制度ゆえの不女子に対する残虐な行為が今でも行われていると言ったらどうだ？そんな、でもしくじり好きにはちょっとそそられる響きだわ。今回は、そんなインドで今も行われていたり、禁止はされたけど過去に行われていた。女性に対する理解不能な残虐な風習を紹介する。でも、言われてみれば、姑や夫から顔面に煮えた油をかけられたモデルのインド人女性とか、インドではないけど、ロヒンラの難民問題とかニュースで聞いたことあるわ。少し、インドの現実を思い出してくれたみたいだな。ところで、霊夢は、カースト制度って聞いたことあるかな？聞いたことはあるけど、身分制度ってだけで詳しくは知らないわ。実はそのカースト制度の影響が、そうした問題を今も引き起こしているんだ。カースト制度って、単なる身分制度じゃないのね。でも、どうして女性蔑視の問題が起きるの？
それじゃ、少しカースト制度について説明しよう。カースト制度の起源は紀元前1000年頃に遡る。この頃アーリア人がガンジス川流域に移住し、先住民を征服する際に、肌の色の異なった非征服民を差別した。その後、遊牧社会から農耕社会への変化がもたらした経済的格差と、彼らが信仰していたバラモン教、後のヒンドゥー教の世界観が背景と言われているな。ヒンドゥー教って、あまり馴染みないわよね。どんな宗教なの？長くなるから、簡単に説明すると、世界中でヒンドゥー教信者は11億人以上、キリスト教、イスラム教に次いで多い信者数がいる。その信者の9割以上はインド国内で、まさにインド特有の宗教だ。そんなに信者がいるんだ、それで？信仰の対象は、宇宙を創造したブラフマー、宇宙を維持するビシュヌ、破壊の神シバの三神一体を崇める多神教。そして、それぞれの神に従って日常生活を送り、奇跡ジャニャーナ、ヨーガ、行為カルマ、ヨーガ、神愛バクティ、ヨーガの3つの道によって、真理と自己が一体であることを認識し、輪廻から下脱を目指す宗教だ。なんか、よく耳にする単語がいっぱい出てきたけど、結局意味がわからないわ。説明している私もよくわからないな。何せ、信者自身が自由に信仰を決められる。自由な宗教で、共通の聖典も存在しないんだぜ。でも、それが、なんで女性の虐待とつながるのかしら？その前に、ヒンドゥー教の一番の特徴がカースト制度だ。カーストは、知っての通りインドの身分制度で、上位層から順に、祭祀を司るバラモン、貴族武士のクシャトリア、平民のバイシャ、そして最下層の霊族民シュードラに分けられ、この身分は世襲され、変えられないとされている。ということは、身分が異なる者同士の結婚なんかもダメなの？そういうことなんだ。1950年にカーストの身分差別については法律で禁止されたけれども、カースト自体が禁止ではないので、慣習は残ってるんだ。そうなんだ。じゃあ、そこに女性差別の根があるわけね。ちなみに、カーストの外側の不可植民もいる。いわゆる非差別民だな。触れることも許されないって、相当虐げられているわね。ところでダウリーって聞いたことあるか？ダウリンならあるわよ。ファイト一発。あ、ごめんなさい。ダウリーって何？それは、もともとは上層階級だったバラモンの階級で行われていた慣習で、神父側が新郎側より身分が低い場合、神父側が新郎へ多額の貢ぎ物を渡すことによって花嫁となる。そこには、娘の地位を上昇させようという目的があったわけだが、その悪しき風習が、下級層まで広がったことに起因してるんだ。バラモンが祭司なら、祭司っていわばお坊さんみたいな方たちよね。お坊さんたちが身分とか貢ぎ物とか要求する時点で理解できないんですけど、ところ変われば品変わるってところだな。当然、下級層の人たちの生活は上流層ほど恵まれてはいない。インドでは女の子が生まれると、その家の経済的負担が非常に大きくなるから、多くの貧困家庭では、女の子を妊娠していると分かれば中絶する。生まれてきたらどうなるの？生まれてきた女児はアヘンを使うか、砂やマスタードの種が入った袋を押し当てて窒息させるなど、信じられない行為が、今も報告されているんだぜ。どう考えてもこのヒンドゥー教の教えが、女性は男性のための道具であり財産みたいな文化を作ったとしか思えないわね。そうだな、インドでは女性は男性に従順で、忠実で定説であることが美徳とされてるしな。だから今インドでの女性の人権運動が活発なのね。まあ、そういう話はさておき、このかなり理解しがたい、インドにおける女性たちが受けた残酷な風習の中でも、ひどすぎるものを紹介するぜ。まず、女体上げって聞いたことあるか？え？女体上げ？女体盛りなら聞いたことあるけど、いやいや、文字通り油であげるんだぜ。そんなこと、インドで行われてるの？それは、こんなエピソードだぜ。マーガンディアーという絶世の美女がいた。彼女の父親が、たまたま釈迦に会い、彼の説法を拝聴していた。すると、父親は釈迦に惚れ込み、自分の娘をもらってくれ、としきりに勧めた。それは、お釈迦様だしそうなるわよね。それで？ある日、釈迦はマーガンディアーの両親の家を訪問し、両親と娘の3人に向かって説法を始めた。我は昔、悟りを開く直前、三人の天女を見ても、彼女らと交わりたいという欲望さえ起きなかった。大小便の詰め込まれたような女が、そもそも何になるというのだ。我は、そんな女の足には触れようとも思わぬ。だ、大小便の詰め込まれたって、いくらお釈迦様でも言い過ぎじゃない？古代インドでは、天女には不浄の液体が一切ないと信じられていた。つまり、天女には鼻汁、海、汗、大小便がない。そのような清潔な天女の誘惑にも屈しなかった自分が、不浄の液体を持った人間の女に魅力を感じるはずがない。そういうことを言いたかったのだが、両親の前で大小便の詰め込まれた女と言われたマーガンディアーは、当然傷つき、釈迦を憎むようになる。まあ、
多分、私でもそうなると思うわ。その後、マーガンディアーはバンサ国ウダーナ王の第三王妃となる。第一王妃のサーマーバティは深く釈迦を尊敬しており、これがマーガンディアーの憎しみをかき立てた。マーガンディアーは陰謀を企て、サーマーバティの艦に火を放ち、彼女を含めた侍女たち全員を焼いた。この知らせを聞いたウダーナ王は激怒し、マーガンディアーを捕らえ、逆さ釣りにし、油で揚げて処刑した、というエピソードだ。聞いての通り、古代インドの伝説の話だけどな。よかった、現実の話ではないのね。それにしても、お釈迦様のエピソードでこんな話が出てくるなんて驚きだわ。あと、もし食べるために女体をあげたとか言われたら、インド人全員が食人族としか思えなくなるところだったわ。ところが、霊夢が言った通り、美女が油をかけられるという事件が今でも起こっていることを考えると、史実にないだけで、実際はどこかで行われてたってこともないこともないかもな。事実、あげることはなくても、似たような風習は今でも黙認されてる地域があるんだぜ。え、なになに？あげる以外の虐待方法が行われているってこと？そうなんだ。そしてこの風習も、もともとは神話の話だったんだけど、話の中に出てくる、ある行為を女性の美徳として、今も受け継がれているんだ。なんか、絶対ヤバい風習感ありありな感じね。どんな風習なの？それは、インドでは夫が亡くなるとその家父、つまり未亡人は夫を火葬する際、自身もその火の中に飛び込み殉死する、という、サティと言われる風習なんだ。え？どういうこと？それは、二人が、おしどり夫婦みたいに一時も離れたくない、みたいな関係で、あなたと一緒ならどこへでもみたいな感動の話なの？インドだし、女性差別の実態も考えると、やぶさかでない気がするんですけど。霊夢、さすが察しがいいな。じゃあ、この風習の元ネタを紹介しよう。ヒンドゥー教の神の一人、シバ神にまつわる話だ。シバ神って、確か破壊神とか言われてるわね。よく知ってるな。そのシバ神を慕っていたサティという美女がいたんだ。二人は愛し合っていたが、サティの父ダクシャはシバを嫌っていたため、神々を呼んだ婿選びの場に彼を招待しなかった。まあ、破壊神とか言われる相手を選ぶ女性もどうかと思うけど、話し続けるぞ。しかし、サティは父の意に反しシバと結婚する。それでもシバを認めなかった父ダクシャは、その後、神々を招いて盛大な供養祭を催したが、そこでもシバを招待しなかった。サティ激おこじゃない？これに抗議したサティだったが、逆にシバを馬鹿にされる。怒ったサティは、夫の名誉を回復させるため生贄祭りの火の中に飛び込む。これを聞いたシバは激怒し、ダクシャの首を切り、供養祭を徹底的に破壊した。さすがの破壊神ね。このサティの行動が、ヒンドゥー教を信じる人々には夫のために自分を犠牲にしたという、神聖さと捉え、サティは理想の妻像となったんだ。そうね、エピソードとしては感動ものだわ。でも、それを現実の社会に取り込むのは、ちょっと違うわよね。そうだな、霊夢の例え話のように、おしどり夫婦なら喜んでという人もいるかもしれないけど、仮にサティ制度に正当性があるとしても、遵守するかどうかは選択であるべきだよな。ということは、どういうこと？そうだな、結論を話す前に、ちょっとインド社会を少し説明しよう。インドが身分制度と男尊女卑がひどい国だというのは、今までの話で分かってもらえたと思うけど、それだけに底辺層は貧困層が多く、女性は教育を受ける機会がないんだ。だから、女性が一人で生きていこうにも仕事がない。結果、結婚をすることでしか生き残れない。そんな負のスパイラルの中に彼女たちはいるんだぜ。そうなんだ。裕福な家庭ならともかく、学校に行けないのは、確かに致命的ね。さらに歴史的な背景や、絶対服従を求める男性の考え方などから、まだ幼い女児を、年齢の離れた男性と結婚させる児童婚の風習も残っている。それ、聞いたことあるわ。何でも男性30歳、女性12歳が一番適齢期だとか言ってたわ。その通り。そうなると、必然的に年齢差から夫の方が先に亡くなることが多いよな。そうなった場合、夫の財産は妻のものになるわけだが、それを面白く思わない夫側の義家族、親類にとっては妻がいなくなってくれた方が都合がいいわけなんだ。結局お金？そんな理由で殉死しろ。って神聖でもなんでもないじゃない。もちろん拒否することもできるんだけど、核となった女性は剃髪させられ化粧も禁止、白以外の服も着てはいけないといったルールを課せられ、男性の目につかないようにさせられるんだ。それって、つまり再婚できないようにするってことね。そうだぜ。そうなると額もない未亡人に働き口などないから、結局一人では生きていけない。でも、財産がある女性はどうにかなるんじゃない？そういう女性に対し、夫の親類や縁者は別の方法を考えたんだ。どんな方法を考えたの？夫の親類の一人と新たに結婚させることで、その女性が財産とともに、また亡き夫の家に帰属することを狙うんだ。
だから、近親婚もかなり多いんだぜ。もう、まるでハイエナね。女性の全てを奪い取ろうとするのね。これだけ女性の地位が低いなら、女児を窒息させたり中絶が横行するのも、ある意味財産喪失という面だけでなく、生まれたらかわいそうとかというのもあるのかもね。今でも本当にサティが行われているの？そうだな、イギリスがインドに進出し東インド会社を設立した頃から、イギリス人や宣教師たちのサティ廃止運動が起こり禁止法の普及もあって、現在では禁止されているけど、田舎で法の目が届かないような地域では、今も稀に行われているということなんだ。インドの女性たちのためにも、早く根絶してほしいわね。ほんとだな。さて、ここまでは宗教絡みの風習だったけど、今度は、宗教とは無縁で、何それ？と思えるユニークというかえぐい話だ。今度は何？もう先の二つの話で大概なことでも驚かないわよ。よし、では、霊夢は胸が大きい女性は好きかい？え？それ、ちょっと失礼じゃない？私だって。いや、そういうつもりじゃなくて今回はその胸、つまりちぶさに税金をかけたという話なんだぜ。一体なんでちぶさに税金かけられなきゃならないの？これは、インドの一部地域の最下層カーストの女性に課せられたムラカラムという税金なんだけど。なんか、名前からして怪しいわね。ムラムラと聞こえるのは私だけかしら？普通、誰でも服を着て公衆に出るから、女性なら当然胸を覆ってるよな。そうね。女性が胸を出して歩いてたら、男性は嬉しいでしょうけど、逆に捕まっちゃうわ。その胸を覆いたければ税金を払いなさい。っていうわけのわからない制度だったんだ。しかも、胸の大きさによっても税率が変わったと言われている。むちゃくちゃね、人前で裸で歩けっていうの？それに、大きさなんて実際に見たり触ったりしないとわからないでしょ？だから女性は、思春期になって胸が大きくなりだすと税務署に行って、じっくり見定められて、税額が決められてたんだよ。何それ？結局役人がおっぱいみたいだけでしょ？で、結局なんでこんな税がかけられたの？それが、実は詳しいことはわかってないんだ。一説にはイギリス植民地化だったので、その地域がイギリスの税の要求に対応できず、このチブサ税を行ったとも言われているな。チブサ税って、今も課せられてるの？いや、さすがに廃止されているんだけど、その廃止に至る逸話がすごいんだぜ。やっと気持ちよく終える話になりそうね。で、どんなことがあったの？今から約200年前、税を払えずに、このチブサ税に憤ったナンゲリという美女が、州税理たちの目の前で、自身の胸をあらわにし、両方のチブサを切り落とし、そのチブサを州税理に差し出したというんだ。本当に、すごい肝っ玉の女性だったのね。男性もチブサがなくなっては楽しみがないでしょうし、男性の思いがどうかは別にして、彼女はこの傷が原因で命を落としてしまうが、この事件がきっかけとなりチブサ税は廃止されたんだ。いや、当たり前でしょ。というか、そんな変な税あったらたまらないわよね。そう言うけど、世の中には例えばローマ帝国ではトイレ税とか、中世イギリスやロシアではヒゲ税なんてのもあったんだぜ。そうなんだ。日本でも独身税とか一時期噂されてたわね。時代時代でやむを得ない事情みたいなものがあったのも事実だろうけどね。でも、どうせ貸すなら平等にしてほしいわね。さて、今回はインドの狂ってるんじゃないかと思えるような、女性差別から来る残虐な風習を紹介したけど、いかがだったかな？はっきり言って、女性差別の度合いがひどすぎるわ。同感だぜ。でも、虐げられてるインドの女性たちには、幸せとは無縁に生き続けてることと、従順なヒンドゥー教徒であるために、虐待を受けても、それは前世の自分が悪いと考え、訴えたり反抗せず、一心に背負う人たちも少なくないのも事実なんだ。なんか、あまりにけなげで泣けてくるわ。なんとか彼女たちの目を覚まさせて、自身の幸せをつかめるように、国も法もひっくるめて改善していってほしいわね。それも同感だな。続いては李氏朝鮮時代の王妃や女性の悲劇や残念な末路を紹介していくぜ。李氏朝鮮時代っていつ頃なの？1392年から1897年の約500年間、朝鮮半島を支配していた王朝時代だ。ということはもしかして、三悪女の長男ジョン、ムンジョンワンフユン氏、ミンピが登場するのかしら？今回はその3人も含めたオールスターシリーズだぜ。すると、もしかしたらあの三大悪女も出てくるのね。私の方が下手したら詳しいかもよ。期待の人物が出てくるか楽しみにしてくれ。じゃあ早速だけど、まず一人目を紹介するぜ。霊夢はホンギルトンって知ってるか？知ってるけど、それは男性の名前よ。女性の場合はホンギルスンと言って、日本でいう山田花子のような慣用名の韓国語版ね。さすが霊夢、それならホンギルトンジョンという物語の執筆に関わるドラマも知ってるか？もちろんよ、宮廷女官キム三軍でしょ？その通り、女官のキムゲシとインモクワンフという二人の女性の生涯を描いた作品だ。キムゲシは幼名をケトンといい、不遇な幼少期を過ごした。
そこからクアンヘ軍と出会って、なんだかんだあってトクピョル三軍になるのよ。ああ、それ以後はキム三軍と呼ばれることになる。クアンヘ軍に忠誠を誓ったキム三軍は、彼を国王の座につけるため、あらゆる陰謀に手を染めていく。その陰謀の中で、ホンギルトン順の著者ホルンを謀反の罪で処刑するよな。そうね。ホルンはクアンヘ軍の側近のイーチョムとキム三軍の陰謀で処刑されるわ。実際ホルンはその陰謀で、領地刑に処せられてるんだぜ。長い時間をかけてじっくり処するあれね。さすがにドラマではここまで再現はできないわ。さて、当のキム三軍はその後どうなるかはわかるか？ドラマだとクアンヘ軍を大いにつかせるために、三軍の立場を利用して孫女の後妻として受胎したわ。だけど、後に反乱が起きた時に手火の恨みを買って、クアンヘ軍が捕らえられ処刑されると自らも処刑されたわ。そうだな、その最後はキム三軍らがかつて反対勢力の者たちにやってきたように、領地刑で処罰されたと言われているな。因果応報って感じね。さて、続いて二人目はチャンノクスだ。言わずと知れてる三大悪女の一人だぜ。彼女は非常に貧しく卑しい羊で、生きていくために体を売ったりしていたんだ。その後キー戦になると、童顔と声の美しさが噂となってそれが四三軍の耳に入るんだ。それで四三軍の寵愛を受けて側室に迎えるのよね。その寵愛を盾に権力を乱用して、家族や身内を引き上げたり役職に登用したりした。さらに倉庫の財宝を勝手に自分のものにしたり、宮中に住んでるのに王宮外に指定を立てるため、近隣の民家を破壊させたり、賄賂も受けていたんだ。チャンノクスの血間は誤って踏んだキー戦を四三軍に行ってその場で斬首。その首をお寺に晒す教主をやらせたという話もあるわね。それに彼女はキー戦上がりは下品すぎるとか言われても、平然とどんなに上品ぶっても人間は一皮むけばみんな下品とか言って、気にもかけなかったというぜ。その横暴ぶりで後に残念な最後を迎えることになるのよ。そうだな。それに四三軍も暴君と言われるほどひどい悪政を敷いてたから、民衆の憎悪の的になったんだ。1506年のクーデターで四三軍は敗位、チャンノクスも捕らえられて極刑に処せられる。凝視させたキー戦のように斬首されて、しばらく市中にさらされてたのよね。さらにその遺体に向かって多くの民衆が唾を吐き、石を投げつけ、その石のあまりの多さに石塚ができるほどだったという悲惨な末路だったんだ。いやあ、命尽きても恨みを買うなんて、信じられないほどの悪女だわ。さあ、どんどん紹介するぞ。次はチョンナンジュンだ。彼女は第11代国王チュンジュンの第3王妃ムンジュンワンフユン氏の姻族だったんだ。あ、確かドラマの女人天下に出てくる女官ね。彼女がキー戦の時、ムンジュンワンフの弟のユンゴニョンに見染められ、彼の側室になる。そして、後にユンの正室に毒を持って泣き者にし、正室になるんだぜ。そんなことされて、よく夫は黙ってたわね。その時はバレなかったんだろうな。このように手段を選ばず権力や地位を手にする実行力を買われて、ムンジュンワンフに認められ、手先となって暗躍するんだ。災い転じてなんとかって言うけど、悪い方に進むのね。ムンジュンワンフと親密な関係になったチョンナンジュンは、夫のユンゴニョンを支え、どんどん出世して巨万の富を得る。それに合わせて彼女もチョンイルプムチョンヨン部員になるんだ。そしてチョンは、王位継承問題にまで介入する。しゃしゃってるわ。当時の王位継承者候補は、チュンジュンの第二王妃である、チャンヨンワンフの正室が指名されていた。後のインジュンだな。確か誕生日に焼いたネズミを屋敷に捨てるのよね。そう。すると彼がネズミ年だったこともあり、これは何かの暴虐だと大騒ぎになって、犯人探しが始まる。犯人が名乗り出るまで終わらない帰りの会を思い出したわ。チョンはその頃チュンジュンの寵愛を受けていた側室の女性を犯人に仕立てて王宮から追放させるんだ。こんな感じでチョンは次々と側室や側近を落とし込めて、ムンジュンワンフの信頼を得ていくと、王朝で権力を得て好き勝手に振る舞っていったんだ。完全に虎の尾を狩る狐状態ね。しかしいつまでもそんな映画は続かない。おごれるものも久しからずだぜ。ムンジュンワンフが亡くなると、後ろ盾を失ってしまいチョンヨン部員の地位を失っただけでなく、ユンゴニョンの前妻を手にかけた罪に問われ、ウィグム部という取り調べ機関に連行されそうになる。ところが自らに毒を持って、その結果亡くなるんだ。なんだか全く同情の余地がない女性だったわね。それじゃ、このチョンナンジュンに関わって出てきたから、ムンジュンワンフについても紹介していこう。チョンナンジュンを手先に使ってたんだからこの人も相当な悪女なのよね。ムンジュンワンフは先に触れた通り第11代国王チュンジュンの3人目の王妃だ。彼女は17歳で王妃となると後のインジュンである正室を保護する責任があったため、最初は大変可愛がっていたんだ。しかし1534年に彼女は男子のキョンウォンデ軍を出産すると、彼女の政治的立場も強化されるようになった。すると今度は我が子を皇帝に据えたいという思いから、政治を疎ましく思うようになり冷遇しだすんだ。
残念だけど母親は実子の方が可愛いものね。そして実際生死を手にかけるべく、屋敷に火をかけさせようともしたんだ。この事件は未遂で済んだものの、普通なら王族を侮辱する行為になるから、咎められるはずなんだ。だが無能で器用なチュンジュンは見て見ぬふり。それじゃあもう誰もムンジュンワンフを止められないわ。そのせいか1504年にチュンジュンが亡くなった後即位したインジュンが翌年に亡くなるんだ。これはムンジュンワンフが、毒を持ったと秘書に記されてるぜ。インジュンかわいそう、在位期間わずかでしょ？わずか8ヶ月と言われてるな。その後ムンジュンワンフは、自身の息子であるキョンゴンデ軍を12歳で即位させる。即位後ミョンジュンを名乗るが、まだ年派もいかない男子。そこでムンジュンワンフは、皇帝の後見人として摂政になる。政治の知識もない人が摂政とか、やばい感じしか。意外にも優れた政治感覚と儒教的な見識を発揮し、家臣たちを制圧していく。と言いたいところだが、実際は自分勝手な政治で敵対勢力や臣下を次々と粛清してしまう。誰も止められない権力者がトップに立つと悲惨って言葉しか出てこないわね。そんな彼女が1565年亡くなると朝鮮半島の暗黒時代もようやく終わりを告げるんだ。さて、ここまでチュンジュンが皇帝時代を通して関わった女性たちの哀れな人生を取り上げてきたけど、もう一人同時代の女性を紹介しよう。霊夢はファンジニを知ってるか？ファンジニ？ちょっとわからないかも。ファンは、チュンジュンの治世時代今の海上で活躍した李氏朝鮮史上最も有名な貴妃だぜ。そうなの？どんな女性だったの？絶世の美女で基地と軍を抜いた知性を持った伝説とまで言われた女性なんだ。彼女は幼少の頃からその才能を発揮していた。そんなファンに、近所の青年が一目惚れするんだけど、ファンの母親に拒まれ恋煩いで亡くなってしまう。まあ、純愛ね。ずっと人の暗い部分ばかり聞いてたからちょっと嬉しいわ。それはよかった。でもこれを機にファンは平凡な女性としての人生を諦め、貴妃選の道に身を投じてしまうんだ。そこまで責任を負わなくてもいいのにね。でもそんな彼女の評判を聞いた数々の文人や学者が彼女と交流を重ねていろんな逸話を残してるんだ。その中の一つを紹介するぜ。王族出身で高潔さを自慢にした玉潔という人物が、誘惑されてもなびかずに追い返す、と豪語していた。ところが月明かりの下で彼女の死を聞いた玉潔は、聞き惚れてしまって、つい馬から落ちてしまったという逸話があるんだ。そんな女性に私もなってみたいわ。彼女は年齢を重ね死を予感するようになると、今後自分のような女性が出ないように、自分が死んだら死体を棺に入れず、アリやトンビの餌にして、女性たちの戒めとするようにと、言い残したとも言われているんだ。美しさで死人が出るほどの上に、人間性も素晴らしかったのね。霊夢、このファンジニのエピソードはどうだった？ちょっとやさぐれかけてた気持ちが落ち着いたわ。それはよかった。さあ次はペクイン著氏について語るぜ。どんなことをやらかした女性なのかしら？彼女は1630年、インヨルワンフ藩士の後ろ盾もあって女官に選ばれるんだ。その後インジュの寵愛を集めるとインジュとの間に二男一女を授かる。それを機に横暴な性格も相まってやりたい放題になるんだ。いくら王の寵愛を受けてたとはいえ、すごい変貌ぶりね。彼女以外に王の寵愛を受ける側室の一人に毒入りの菓子を食べさせ流産させたり、他にも、インジュのソヒョンセジェラを中傷して、王の前で恥をかかせることもあったそうだ。そしてこの夫婦の件には長子が関わっていると言われている。ソヒョンセジェは、死ぬ前に針を打っていた。それを務めた主治医に毒針を生死に打たせたというんだ。生死だけでなく、インジュまでも毒を盛ろうとしたとして、彼女を左翼に追い込んだんだ。左翼って何なの？左翼は、毒薬によって自決させられる死罪のことで、毒薬の中身はヒ素や水銀などを使っていたんだ。左翼を飲まされた人はその場ですぐ死ぬけど、決して即効性のある毒薬ではなくて、実際に息が絶えるまでには数時間もかかったというぜ。そんな刑に王の長男の性質を処したなんて、これこそ王族を冒涜してるわよね。しかしやった罪は返ってくるんだな。その後彼女は自分の長男を、姻族関係にあたるキムジャジョ村と共に受訴したとして、逆に自身も左翼で自害させられたんだ。呪いをかけてあやめようとか、もはや鬼畜の所用ね。亡くなってさっぱりしたわ。次はヒビンちゃん氏を紹介するぜ。あら、また出たわね三大悪女。確かちゃんヒビンとも呼ばれるのよね。彼女は、李氏朝鮮の第20代国王キョンジュンの聖母で、第19代国王スクチョンの時は側室だったんだ。彼女はミョンソンワンフに嫌われて一度宮廷を追われるんだ。しかし政治の混乱の中で政権を握っていた成人派の王妃ニョンワンフミン氏に子が生まれず、改めて美貌に秀でたチャン氏が呼び戻されると、スンウン三軍になりその後のキョンジュンとなる生死を生むんだ。チャン氏は平民出身だったことから、これまで政局を専王していた成人派が倒れ南人派が権力を握るようになる。
しかしスクチョンは南人派が以前の成人派のように増長することを恐れ、イニョンワン府を妃に復位させる。このことでチャン氏は王妃から格下げされる。その数年後イニョンワン府が病没すると、成人派は王妃の死はチャン氏が受訴したためだと断言したんだ。その結果チャン氏はスクチョンから左翼により処刑されてしまう。まあ本当に呪いをしたかはわからないけど、チャン氏は成人派に恨まれていたってことね。ただこの物語はここで終わらないんだぜ。この後、チャン氏の息子がキョンジュンとなり前世を行うんだが、母が正妃から降格されたこと、その後に軽視したこと、父スクチョンの冷遇もあり憂鬱症になってしまうんだ。王でありながらも家族のしでかしたことを真摯に受け止めてしまったんでしょうね。残念だわ。母と子で罪を被ってしまうパターンが結構多いよな。さあ、次に行くぞ。次はチョンスンワンフキムシだ。彼女は第21代国王四女の第一王妃チョンソンワンフが没するという由緒あるキョンジュギムシから第二王妃として迎えられた。当時四女は66歳、チョンスンワンフは15歳で李朝歴代王の中で、最も年齢差の大きい婚姻だったんだ。年下すぎないかしら。チョンスンワンフは四女のチャンホンセジャよりも若かったんだ。そういう時って大体揉める原因にならない？よくわかったな。その通り、チャンホンセジャは清掃乱れる中四女の代理として政務を処理するようになるんだ。すると対立派閥がチョンソンワンフと共に四女に嘘偽りを告げ口し、生死を落とし入れようとしたんだ。この残言をまともに受け止め叱咤する四女との葛藤で、生死は精神を病むようになり処刑されてしまう。そのチャンホンセジャの意地チョンジュは父の意志を継ぎ、政局を取り戻そうとしチョンソンワンフとも対立するが、志半ばでチョンジュが亡くなると、チョンソンワンフは1800年にチョンジュの次男スンジュの即位直後より、料亭であることを利用し傀儡政治を行い続け、キリスト教徒や学識者を弾圧していったんだ。お隣でも宗教弾圧とかそういう歴史があったのね。それに、彼女の死後はキョンジュギムシによる世道政治といって料亭が乱立したため、傀儡政治が続いていくことになってしまうんだよ。幼くて美人な王妃をもらうと、世代を超えて負のスパイラルが続くという教訓ね。霊夢は面白い捉え方するな。ちなみに次に紹介するのも、チョンソンワンフと同じキョンジュギムシからで、スンゴンワンフキムシだ。彼女は父、キムジョスンの娘として誕生する。父は第22代国王チョンジュの信任を得ていた人物で、その影響もあったのか、王室の女性選びの有力候補から後にスンジュの王妃となるんだ。え？王室の女性選びがあったの？カンテクと言ってな。李氏朝鮮時代は儒教が重んじられ古いしきたりが重視されてた。特に女性は身分的に差別されていたから、こうした選抜試験は特に厳しかったぞ。じゃあ今まで女官から王后までのし上がった女性も、そういう道を政府制に関わらず通ってきてたの？今まで詳しくは触れなかったけどそうなんだ。さて話を戻すけど、スンゴンワンフはスンジュとの間にロミョンセジャをはじめに南三条も受けたんだ。それに先のチョンソンワンフの傀儡政治が終了後も、実家のキョンジュギムシの勢力が大きくなり、政権を牛耳ると彼女自身も実家の映画のために行動し、スンジュにも協力するよう積極的に働きかけたというぜ。家計に力があるともはや敵なしだもんね。スンジュはこれに頭を悩まし、キョンジュギムシの勢力を抑えるためにロミョンセジャの妃を別の氏族から選んだりして、一時的にキョンジュギムシが勢力を失ったりする。でも再び勢力を取り戻すことになると、その後もキョンジュギムシはしばらく傀儡政治の中で映画を誇るんだ。チョンソンワンフといい、スンゴンワンフといい、お家のために尽くした女性と見ればよく見えるけど、見方を変えれば、そのお家を傘にやりたい放題王室を操ったり魔女だったのね。さあ次で10人目、李氏朝鮮の第26代王コジョンの妃ミンピを紹介するぜ。ミンピが王后時代はちょうど日本が明治になった頃で、福沢諭吉がこの頃のお隣さんを妖魔悪鬼の地獄国と呼ぶほど、ひどい恐怖政治が行われていたというぜ。諭吉さんにそこまで言わせる政治を行っていた朝鮮王朝というかミンピってどれだけ悪女なの？悪用を数えればキリがないからかいつまんで紹介するぜ。例えばこの諭吉さんは、中国の属国のような扱いをされている朝鮮を解放しようと、キム・オッキュンら若い改革派朝鮮人たちの独立運動を支援してたんだ。オッキュンっていい名前ね。しかしその活動は失敗に終わり、キムらは逃亡先の上海にて暗殺されるんだ。そしてミンピは憎しみのあまり遺体をソウルに運ばせて領地刑にし、さらにバラバラにして死骸にさらさせたというんだ。ちょっと待って、遺体にさらに刑を行ってさらし者にしたの？そうなんだ。この処置を知った諭吉さんが地獄国と朝鮮を呼んだんだ。この時の朝鮮王朝は高祖だったが、この王は全く政治に無関心で全て妃の民婦に頼っていたんだ。そんな愚鈍な王を選んだ時点で終わってるわね。霊夢の言う通りで、この結果彼女の独裁政治が行われるぞ。彼女はムーダンという呪術儀式に熱中し、お布施で国家財政を傾かせたり、
庶民が苦しい生活をしている中でも毎晩遅くまで俳優や歌手を宮中に招いて遊興していたんだ。誰かこの女独裁者を止められる人はいなかったの？それが上海で暗殺されたキム・オッキュンたちだったんだ。なるほど。それで残虐な刑を実行したってわけね。じゃあ、この後民秘はどうなるの？クーデターの後ろにいる日本を警戒して、当時の深夜ロシアに近づいて日本への憎悪を膨らませるんだ。そんなの自分の悪性のせいじゃない。その件はさておき、その後盾だと思っていた清が日清戦争で日本に敗れ、次にロシアに近づくが、政敵だった高祖の父テボン軍との暗殺の応酬の中1895年日本軍により暗殺され、遺体は焼却されたんだ。焼却って、曲がりなりにも王妃なのに。それだけ日本軍からも憎まれていた存在だったのね。さてここまで残念な女性たちの紹介をしてきたけど、もう一つ紹介したいネタがあるぜ。まだ悪女がいるの？いや、最後にお隣でかつて行われていた悪臭を紹介するぜ。どんな悪臭なの？霊夢はカフってわかるか？カフ？どういう意味なの？カフとは未亡人のことなんだ。日本では未亡人だからといって差別されるようなことはないよな。そうね、今は離婚してもあまり後ろめたさも感じない社会になってるわね。ところが当時の李氏朝鮮時代は儒教が重んじられていたため、古いしきたりも重んじられた。それで女性差別が残り、必然的に家父の扱いが差別的なものになったんだ。女性は結婚しても男性から理不尽に離縁をされても文句が言えなかったんだ。さらにひどいのは、再婚する自由も奪われていたんだ。儒教って男尊女卑を教えるものなの？困ったもんだわ。でも当時はそれに歯向かうと死刑だったからな。それで、朝鮮では一人の夫だけに尽くすことを美徳とし、夫が亡くなったら妻は後を追って自害することが尊敬の対象になったんだ。実際にそんな女性が実在してて、第21代王四女の娘の一人が亡くなった夫を死体自害して、彼女は死後列女として祀られているんだぜ。どうしてこうも世界の歴史は女性を道具としか扱わない社会ばかりなのかしらね。本当に私は今の日本に生まれてよかったと、つくづく感じてしまったわ。次は中国史を彩る大帝国、唐を舞台に、権力と男を求めて生きた美しい女性たちのお話だ。いつどこであっても美女の生涯には興味津々よ。戦乱の世に振り回されてしくじりまくる、美しき女たちの姿を最後まで見てくれ。最初に紹介するのは昭皇后だ。昭皇后は高貴な生まれで、かつ圧倒的な美貌を誇った。お嬢様ね。昭皇后の生まれはすでに滅びた光陵を受け、2月生まれだったため、当時の価値観では不吉な子供とみなされたんだ。両親は娘と縁を切り、宮殿から追い出そうとしたぜ。さすがにひどすぎない？そんなの親とは言えないでしょ。そんな彼女を迎えたのは叔父だった。しかし叔父は昭皇后を育て始めて1年も経たずに病で旅立った。その後はまた別の人物の家に送られたが、家はすでに傾きかけ、十分な食べ物や衣類すらなかったんだ。とことん不幸に見舞われてるわ。そんな苦労した昭皇后も年頃を迎える。ある日、宮廷の占い師が彼女について占ったところ、結果がとても良かったので、容態の結婚相手として選ばれることになったんだよ。とにかく占いに左右される人生ね。しかし容態が没すると、昭皇后は右文化級の軍に入り、右文化級が東建徳に敗れると、東建徳の手に落ちた。完全に物扱いされて、さすがにかわいそうかも。また、彼女の評判は異民族である突厥にも広まり、ある時突厥の諸羅漢という男が直接都に来て、東建徳に彼女の引き渡しを求めたんだ。突厥軍と相対した東建徳は、何日も共に過ごした皇后をあっさり渡してしまったぜ。とんでもないクソ男だわ。それから月日が流れ、626年に李世民が即位、628年には唐の全国統一を達成した。彼女はどうなったの？突厥はもはやかつてほどの力がなく、幸いにも李世民は昭皇后のことを忘れていなかった。こうして彼女は無事に連れ戻されたんだぜ。こんな忙しい生活が人生のほとんどを占め、結局48歳になるまで続いたんだよ。どんなせわしない人生なのかしら。李世民が彼女を中原に連れ戻したことで、初めて彼女は穏やかな日々を得られ、残りの人生を宮殿で過ごしたんだ。そして、李皇后となった彼女は81歳の長寿で亡くなる。李世民は隋の容態とともに、彼女のことも丁重に埋葬したと言われているぜ。最後は安らかに眠れてそうでよかったわ。次に紹介するのは側転武功だ。側転武功は655年に唐の高僧の皇后となったが、高僧が病弱だったことから、664年に自ら政治の実権を握って水蓮の祭りごと、つまり背後のすだれの中から皇帝を操るようになった。なるほど、囁きお神ってことね。まあ、大体同じだ。そして高僧の没後は、実子の中僧と英僧を相次いで皇帝の位から引きずり下ろし、690年に自ら皇帝として即位したんだ。
そして精神皇帝と称して国号を州と改め、洛陽を都にして新都と改称したんだぜ。好き放題しすぎじゃない？また、性的に奔放な女性だったと言われていて、性の妙義を収めた傍中術を極め、男たちを相手に性器を抜き取るという、ほとんど妖怪のような伝説もあるぞ。怖すぎるでしょ。続いて紹介するのは異光号だ。さっきの話の続きになるが、高僧の没後側転武功は自分の操り人形とするために、最も忠実だった中僧を即位させたんだ。中僧には長光号という妃がいたが、側転武功の怒りを買ったことから、罰として餓死させられたと言われているぞ。やってることえげつないわ。そして、その代わりに建てられたのが異光号だったんだよ。実は彼女も側転武功と同じく、女帝になろうとした人物として知られ、この二人が起こした党の政治の混乱は、ブエノカと呼ばれているんだぜ。二匹目の土壌を狙ったわけね。性格も同じくみだらなところがあり、数多くの人物と不倫していたそうだ。不倫中の男たちは中僧を気にせず自由に高級に出入りすることができ、中僧も妻のことを全く気にかけず、好きなようにさせていたらしい。さすがに旦那の立場がないでしょ。そんな旦那の中僧だが即位後は外戚、つまり異光号の親族の力を借りて側転武功の追い出しにかかったんだ。だがその試みは失敗し、側転武功の逆鱗に触れた中僧は即位後わずか55日で廃位され、中僧の弟である栄僧が側転武功の操り人形として皇帝に立てられたんだよ。さすがにラスボスは簡単に倒せないわね。中僧と一緒に異光号も皇后の座を失い、息子の李従順は皇太子の地位を失う。中僧は精神的にかなり参ってしまうが、異光号は失意のどん底にある夫を励まし続けたそうだ。意外にいい奥さんなところもあったのかしら？そうこうするうちに側転武功は傀儡だった栄僧をも廃し、自ら皇帝の地位についたんだ。そして絶対的な先制君主となった側転武功は、邪魔な皇族を次々と粛清していったぜ。さすが中国唯一の女帝、やることが過激だわ。だがそんな側転武功も夜年並みには勝てず、80を過ぎてクーデターを起こされる。クーデターの主犯格だった長官氏は、側転武功を退位させ中僧を復位させたんだ。そのすぐ後に側転武功は没し、こうして長きにわたる独裁は終わりを告げたんだよ。にしても80まで権力の座にいたのもすごいわね。政治的な腕前があったのは確かだろうな。ちなみに、ここからが本格的なドロドロの始まりだ。どういうこと？ドロドロの原因は中僧の優柔不断な性格にあった。朝廷ではいつしか頼りない中僧ではなく、その妻の異光号が実権を握ることになったんだが、その後に起きた皇太子の反乱が鎮圧されると、異光号はさらなる権力を欲して、夫である中僧に毒を持った。そして李朝元という人物を皇位に据えたんだぜ。二人目の女帝が本格的に動き出したわけか。にしても夫に毒を盛るなんてね。一説には異光号は武三氏をはじめ、他にも多くの男性と関係を持っていて、それを咎められたのが原因だったとも伝わるぞ。これが本当に正しかったのかどうかは、今となってはわからないんだけどな。どっちにしろドロドロだったのは間違いないわね。続いて紹介するのは太平公主だ。先ほどの異光号は側転武功のようになりたかったようだが、当時の党にこの動きを面白く思わない人物がいた。それが太平公主だったんだよ。どんな女性だったのかしら？太平公主は高僧と側転武功の子供で、中僧の妹にあたる。異光号とその一派を排除しようと目論み、名君と名高い李勇気、後の元僧に目をつけたんだ。この元僧は中僧の弟である栄僧の三男で、異光号を打ち破ろうとクーデターを起こす。そしてこのクーデターで異光号は倒され、まずは元僧の父である栄僧が再び皇帝になったぜ。異光号の女帝への野望はついえたのね。そうなるな。そして異光号の没後は元僧の天下となるが、実は彼の敵は意外なところにいたぞ。その敵って一体誰？それは彼の叔母、太平公主だったんだよ。ちょっと待って。さっきは手を組んで異光号をやっつけてたのに。そうだよな。だが彼女はさすが側転武功の娘、母親から政治の腕前を受け継いでいたんだぜ。しかも栄僧を即位させたことで、太平公主の勢いはまさに絶頂に達していたんだよ。我が世の春ってやつね。さらに太平公主は、母である側転武功から大変な寵愛を受けていたので財力もかなりあった。その意味でも、同じような境遇の安楽公主や異光号に比べてずば抜けていたぜ。それでいて金持ちって、正直嫉妬せざるを得ないわ。ちなみにこの三人は、党でも指折りの立地でセレブな姫として、わがまま放題に振る舞ったことでも知られるな。さて、栄僧の時代になると、安楽公主の命が奪われ、夫と共に左遷の植えていた区は売却された。こうした異光号の娘の没落に比べ、太平公主は至るところに田園を所有し、牧場に1万の馬を有していて、美しい絹の衣装を着た侍女が数百人いたそうだぞ。うへえ、なんか逆に疲れそうな生活だわ。
また、大平公主は英宗没後の自分の行く末を心配していたんだ。皇太子の李隆基は、父親の英宗と違って行動力があるので、もし帝位に就いたら、今まで通りの地位を保てなくなるのではないかと危惧したぜ。そしてクーデターのため密かに仲間を集めたが、結局バレて一度幽閉されているぞ。残念ながら大失敗だわ。幽閉から舞い戻った大平公主は、李隆基がクーデターを起こそうとしていると、再び英宗に吹き込んだが、今度は英宗は李隆基に上位すると言い出したんだ。こうして英宗は即位のたった2年後に李隆基に上位し、27歳の元宗が誕生したんだよ。それからも、元宗と大平公主の間の溝は余計深まっていった。これは衝突待ったなしね。その通りで、大平公主は再び仲間を集めてクーデターを計画したぞ。当時は側転不幸に似て、カリスマ性を持つ大平公主を慕う高官も多かったからな。カリスマ性を持つ人ってなんか惹かれちゃうのよ。しかしまたもやクーデターは失敗。加担した一味は斬首や流刑になったんだ。大平公主も自死を命じられ、48歳の生涯を閉じたぜ。ああ、言わんこっちゃない。ちなみに大平公主の没後にその家財は没収されたが、その際に見つかった財宝は、皇帝の所有するものをはるかに超えていたという話だ。皇帝以上の財宝って、一体どんだけ溜め込んでたわけ？続いて紹介するのは楊貴妃だ。元宗は737年に寵愛する側室である武慶妃を亡くした。意気消沈する彼のもとに、ある美しい女性の噂が届いたんだ。それはなんと息子である李亡の妃だった楊翼館、すなわち後の楊貴妃だったんだぜ。え？息子の奥さんだったってマジなの？ああ。元宗は彼女に会うとその美貌と最地に一頃、たちまち夢中になったんだよ。え？つまり息子の奥さんにってこと？さすがにドン引きしちゃうんですけど。ああ、いくら自分が皇帝とはいえ息子の妻だ。それを寝取るのは倫理的にも問題があるし、不吉なことだともされていたらしい。そこで元宗は、一度楊貴妃を同郷の主要者として出家させ、改めて自分の後宮に迎えたんだぜ。こうすれば出家する際に世俗を捨てることになるので、李亡とは勝手に離縁したことになるわけだ。そんなことで大丈夫なわけ？ギャングの資金洗浄じゃないんだから。そんな中、性的に敗れた安禄山という男が反乱を起こす。そして後に安氏の乱と呼ばれ、唐を大いに衰弱させた大乱が勃発したんだ。楊国忠をはじめとする楊一族とわずかな手勢、そして元宗と楊貴妃が職へと逃れたぜ。だが楊一族への不満に抑えが効かない兵たちは剣を抜き、楊国忠をズタズタに切り裂いて命を奪った。えぐいわ。そして兵士たちの怒りは楊貴妃にも向けられたんだ。元宗は愛する側室をかばうが処刑を願う声はやまず、元宗は側近に命じた。ってことはついに、ああ、側近は怯える楊貴妃に近づき、その首を絞めたんだぜ。元宗はそれを涙を流して見届けたという。そして楊貴妃は元宗に向け、陛下、あなたを恨むことはありませんと言葉をかけたと伝わっているんだよ。最後は一挙前に切ないお話だったわね。続いて紹介するのは聖徳王皇后だ。聖徳王皇后は、祝宗の大の利勝の妃だった。長子の李昌、つまり後の順宗を産んで寵愛を受け、他に並ぶもののない妃になったんだ。翌年には東安皇子という女の子も生まれているな。ここまでは幸せそうな感じ。後に李勝が徳宗として即位すると息子の李昌は皇太子となり、聖徳王皇后も祝妃に封じられたんだ。徳宗の後宮には皇后も貴妃もいなかったので、事実上彼女が後宮の主だったぜ。皇后も貴妃もいなかったのね。しかし姿勢の乱が起こり、彼女は徳宗と共に長安を逃れて法典に避難することになる。この時に慌てすぎて玉璽を持ってこなかったことに徳宗は気づいたんだ。急いでる時って大事なものを忘れがちなのよ。その時なんと聖徳王皇后が玉璽を取り出したんだ。みんなが避難に急ぐ中、彼女だけが冷静に玉璽を帯に結びつけて持ってきていたんだぜ。徳宗は彼女に惚れ直し、さらに寵愛するようになったんだ。仕事できすぎでしょ。しかしこの戦乱の中で聖徳王皇后は娘の東安皇子と、新たに生まれたもう一人の娘を亡くしてしまう。このことが大きな辛労になり、長安に戻ると病に倒れてしまったんだ。戦乱の世とはいえかわいそうにね。本来徳宗は窮地を脱したら、しきたりを破ってでも彼女を皇后に封じ、功労に報いたいと考えていたんだ。しきたりって何なの？これは皇帝の生前には皇后を立てないというもので、武威の神懲りた朝廷で、暗黙の了解になっていたしきたりだったぜ。しかし体調が改善しないまま、2年もの間延長されていたんだ。なるほどね。余計な権力を生み出すよりは、皇后なんて身分をなくしちゃったわけか。そういうことだな。だが日に日に悪化して弱っていく妻を見て、徳宗はついに彼女を皇后にすると発表した。しかし、哀れにも聖徳王皇后はその儀式が終わってすぐに亡くなってしまったんだよ。徳宗は悲しみのあまり、長い間喪に服したぜ。ああ、
せっかく皇后様になれたのに。こうして聖徳王皇后は中国史上、最も在位期間の短い皇后となったが、とても愛された皇后だったのも確かだろう。だがこの乱以来、特捜は変わってしまったんだ。即位当初は宦官が政府に干渉することを禁じていたが、晩年は一転して宦官を重用するようになったんだぜ。一体全体どうしてなの？その理由は反乱軍が侵攻してきた時に、信頼していた将軍たちが、宮殿を守るための兵士を一人も集められなかったからだったんだ。長安脱出の時についてきたのは、自分の東宮の侍従の宦官と、彼らが率いる100人ほどの宦官たちだけだったんだぜ。それは同情せざるを得ないわね。そのせいで皇后も体を壊したわけだし、最後に紹介するのは夏皇后だ。夏皇后は正宗の代の、当最後の皇后にあたる。徳宗の時代に今和の際の聖徳王皇后が建てられて以来、それから100年以上経っているにもかかわらず、当に皇后は存在しなかったんだ。じゃああれが最後の特例みたいなもんだったのね。そんなある時、宦官の新作軍に所属する左中尉の有機術が、右中尉の王中戦とともに正宗を退位させ、皇太子の理由を皇帝に立てようと反乱を起こした。当も末期だから反乱だらけだわ。そして、有機術は兵を率いて正宗と皇后に玉璽を渡すよう強要し、二人を東宮の昭陽院に幽閉してしまったんだ。もちろん正宗は抵抗したが、彼に危害が及ぶことを恐れた夏皇后が玉璽を渡すよう説得した。そして有機術は自らの手で中庭の扉に鍵をかけ、二人を軟禁状態にしたんだぜ。かなり思い切ったことしてるねー。まあクーデターだしな。ちなみにその日はとても寒い日で、追い出された側室や公衆は衣服も毛布もなく、外で泣き叫んでいたという話が残っているぞ。外部への密告を防ぐため筆や紙は取り上げられ、武器となる針や小刀なども持ち込めず、食事は壁に掘られた小さな穴から運ばれてきたそうだ。皇帝がまるで重罪人みたいな扱い。しかし後に主前中によって正宗と皇后は監禁から救い出され、理由は退位して徳王に降格させられたんだ。一方、正宗は復位して主前中を東平王に封じたぞ。主前中といえば唐を終わらせるあの主前中よね。その主前中だな。こうして正宗が夏秋へ馬車で到着すると、民衆は皇帝を歓迎して万歳を叫んだんだ。しかし、正宗は泣きながら、万歳というな。朕はもう何時らの主ではないのだから。また臣下には、私は今漂流していて、ついにどこに行き着くかわからない、と言ったぜ。絶望感しかない言葉だわ。しかも主前中が来ると、正宗は彼を寝室に招きか皇后は泣きながら次のように言ったそうだ。これから我々夫婦は前中の手に委ねられるのですね。と、どういうこと？主前中が性に貪欲だった話は多くて、この話もそのことを匂わせていると考えられるな。まさか皇后を主前中に寝取らせたってこと？言い方は悪いがそうなんだと思うぜ。ともかく正宗は日々怒りと不安で、夏皇后と顔を合わせては無言になり、酒を飲んで泣く日々を過ごすしかなかったんだ。完全に無力感に苛まれてるようだわ。そして904年、主前中は臣下の将軍を派遣して正宗を闇に葬る計画を企てたぜ。この時正宗は、宮中を逃げ回った末に葬られたと言われている。ただし主前中が狙ったのは、正宗の命だけだったので、将軍たちも夏皇后の命を奪いはしなかったんだ。そこだけは救いと言っていいかもね。続いては、逆ハーレムの話だ。南朝一の美女と呼ばれ、調子に乗って逆ハーレムを作った有素欲を紹介するぜ。逆ハーレムなんて本当にあるのね。しかも30人のイケメンを漁り放題。お気に入りの男子は家に泊まらせ、10日間も誘惑し続けるおまけ付きだ。どんなしくじりエロ女よ。有素欲は南朝僧の皇帝の娘だ。倫理観がぶっ壊れた人物を多数輩出した南朝僧の、数少ない女性枠だな。そもそも南朝僧がわからないんだけど、まずはそこから説明しよう。南朝僧は五胡十六国時代の東晋の次にできた、南朝最初の王朝だ。南北朝のうちの南側ね。この王朝は代々の皇帝が疑心暗鬼に陥り、兄弟や皇族の粛清を乱発したことでも知られている。例えば初代皇帝の武帝の子供9名、孫40名余り、ひ孫67名はほとんど全員が処刑されているんだ。合わせて100人以上？そりゃとんでもないわ。しかも次の王朝である姓に交代すると、南朝僧の皇族は一人残らず粛清されたんだよ。最後の皇帝である順帝は、まかり間違っても来世はこの家に生まれてくることがないように願うと嘆いたほどなんだぜ。そこまで言われるとかわいそうになるわ。ちなみに南朝僧は日本とも関わりがあった。当時の大和王権の和の豪からの使節が、南朝僧に派遣された記録があるんだ。朝鮮半島の高句麗や新羅、百済と対抗するという狙いがあったと考えられているぞ。歴史の授業を思い出すわね。それでは有素欲の話に入ろう。彼女は南朝僧第4代皇帝の皇武帝の娘で、第5代の前廃帝の姉にあたる。
皇族で一番の美貌の持ち主で、父親からとても可愛がられて育ったんだ。お父さんは娘を溺愛するものよ。さらに彼女は、南朝一の美女とも称された。南朝は170年ほど続いたが、その中で一番だから相当の美貌ってことになる。ただその割にはエピソードも少なくて、しかもえぐいものばかりなんだよ。欲望に素直で自分勝手な女性って感じだな。正直あんまり好きなタイプじゃないわね。年頃になると、皇帝の臣下の息子と結婚したんだ。しかし、夫婦仲はお世辞にも良かったとは言えない。皇帝の娘と皇帝の臣下の息子の夫婦だから、有訴欲の方が立場は上。難しい夫婦関係だったのかもしれないな。夫婦だと旦那の方が偉いけど家柄は奥さんが上。確かに面倒そうだわ。当時の中国がいかに男尊女卑と言っても、皇帝の娘ともなれば宮廷では下の者ばっかりだ。多少性格が歪んでも仕方ないかもしれないぞ。確かに立場的に誰も信頼できなそう。夫の家相は、有訴欲の言動に我慢を強いられたと思われる。ただかなり人間のできた人物だったのか。後に有訴欲が好き放題をした時もあまり干渉はしていなかったようだぜ。心の中ではわかんないけどね。まあな。さて464年に父の皇武帝が崩御して、息子の前廃帝が即位した。前廃帝は有訴欲の弟にあたるが、かなり倫理観がバグっていたんだ。例えば父親への不満が溜まっていたらしく、即位するや否や父の墓を暴こうとした。いやいやどんな皇帝よ。さすがに非道すぎて臣下に止められたが、その代わり墓に糞尿をかけてうさばらしをしたんだよ。3歳児？まあ誰の糞尿だったのかは知らないけどな。誰のでも嫌だわ。また、病気で寝込んでいる母親には、病室には悪鬼や妖魔がいるから行きたくない。と言って見舞いに行かずに放置したんだ。さらには臣下や皇族を理不尽に鞭打ったり、兄弟でも容赦せず命を奪うなどひどかった。全体的にかなりバカ息子といった印象を受けるぞ。実は15歳くらいで即位しているので、一言で言えば金持ちのお坊ちゃんだったわけだな。普通のお坊ちゃんは墓に糞尿かけないでしょ。ただ姉の有訴欲に対してだけは優しくて、とても仲が良かったようだ。彼は後に自分の兄弟を処刑したりもしているので、姉は異性だから心を許せたのかもだぞ。息子同士だと後継ぎ争いがあるからね。こうして欲望のままに好き放題する前廃帝と有訴欲の倫理観ぶっ壊れ軽迷だが、後に二人とも明帝に命を奪われることになる。最後は運命を共にするってわけね。さて有訴欲はある日、弟の前廃帝に向かってため息をついた。理由を尋ねられるとこんな不満を漏らしたんだ。私と陛下は確かに男女の違いはあります。でも同じ父親から生まれました。陛下は何万という高級の女をお持ちです。それなのに私には夫が一人だけというのは、なんて不公平なんでしょう。ちょっと何言ってるかわからないわ。そもそも何万人も側室がいるのが普通じゃないでしょ。まあそこは腐っても皇帝だからな。文字通り腐敗しちゃってるのよね。話を戻すと、彼女の話を聞いた前廃帝はなんと愛人として30人ものイケメンを与えた。物分かり良すぎる。さらには会計長公主という役職もおまけに与え、姉の機嫌を取ったぞ。彼女は弟の計らいに対そう感謝して、彼の遠出の時には必ず付き従ったそうだ。しかし仲いいわね。とんでもどうしよっぽど気があったのかしら。こうして逆ハーレムを得た彼女は、30人の愛人たちと夜な夜な相引きを楽しんだ。イケメン愛人たちは入れ替わり立ち替わり訪れ、彼女と夜を過ごしたんだぜ。倫理のりの字もない。こうした振る舞いは、さすがに周囲からの顰蹙を買っていたようだ。だが彼女の性格から考えて、全く気にしていなかったのは間違いない。それが気になる奴はこんなことしないと思うわ。彼女に与えられたイケメン愛人たちは、中国語で綿子と呼ばれる。これは美しい男性という意味だが、男の愛人や男のペットという意味も含む言葉だな。この単語自体が、彼女のエピソードから生まれたと言われているぞ。新しい概念を生み出しちゃったのね。そもそも当時の価値観だと、女性が愛人を持ちたがるのは倫理的にタブーだった。もちろん身分の高い男性が大量に愛人を抱えるのは普通だったが、それが女性となるとまた話が違ったんだよ。まあ現代でもそういうところあるかも。こうした男女の差を不満に思う女性ももちろんいただろうが、はっきりと言えるほど勇気があるものはいなかった。そもそも女性がそういう欲望を表に出すこと自体がタブー視されていたのもあるだろうな。女性にとっては窮屈な時代だわ。もう少し進むと側転不幸みたいに、欲望を前面に出す女性も現れるけど、有訴欲はそれより150年以上も前の人だからな。変な時代の先取り方ね。ちなみに側転不幸は生涯で何人かの愛人を持ち、晩年には経典を編纂する施設と称して美青年を集め、夜な夜なお楽しみだったと言われるぞ。そっちはそっちでとんでもないわ。二人が同じ時代に生まれてたら仲良くなれたかも。そうかもな。有訴欲がこうして女性の権利を主張する姿は、フェミニズムの先取りだと言われることもあるんだ。
当時は妻が夫の持ち物と考えられていたことを思えば、確かに先駆的だったかもしれないぜ。常識にとらわれなかったのは確かね。怖いもの知らずなだけかもしれないけど、前輩帝は姉に別の贈り物も与えた。何かというとこれまた愛人候補の男性で、チョエンという人物だったんだ。どんだけ愛人欲しがるの？実はチョエンはかなり特別だったんだよ。どういうこと？彼は南朝層でも特に美男子で知られていたんだ。また家柄もよく優秀で、優雅かつエレガントな風格を身にまとっていた。さらには議論にも達者で琵琶の演奏も絶品。例えば美しい景色を見て即興で曲を作るほど、見事な腕前だったんだよ。完璧すぎても早い闇ね。まさに誰もが憧れるスターという感じで、街を歩くと大勢が集まるほどだったらしい。しかも彼が宮廷を歩くと、その場にいる帝臣たちの誰もが立ち止まってその姿に見とれたという話だな。ちゃんと仕事しなさい。これを評して、チョエンはゆっくり歩くだけで宰相になれるだろうと言われたんだぜ。それほどの美貌とオーラの持ち主だったわけだ。まるで芸能人か何かみたい。一体どうやったらそんな奴が生まれるのかしら。さて、そんなチョエンを有素欲が見逃すはずはなかった。かねてより彼女はこのイケメンを狙っていて、この機会に自分のものにしようと考えたんだ。しくじりエロ女の毒牙にかかっちゃう。ところが一つ問題があった。実はチョエンには妻子がいたんだよ。え？まさかの妻子持ち？妻子がいる男性を自分の愛人に欲しいと口にするのは、さすがの彼女も気が引けたらしい。少しだけ譲歩した提案を前輩帝に持ちかけたんだ。どんな提案だったの？10日間という期限付きで、彼を自分の邸宅に滞在させるという案だ。これを聞いた前輩帝は迷うことなく承諾したぞ。少しは迷ってもらえる？そんなわけで、前輩帝から理不尽な命令を受けたチョエンだったが、これにはとても戸惑ったことだろう。彼はかなり真面目な人物だったと伝わっているからな。そりゃ戸惑うでしょ。皇帝からお前イケメンだからうちの姉ちゃんの家に泊まってくんね？とか言われたら、しかし当初は渋っていたものの、あまり逆らうような素振りを見せすぎると自分の命が危ういと感じたのか最後は承諾したんだ。あくまで期間限定だったのも、OK した理由だったかもしれないな。確かにそんだけバンバン処刑するボスなら、何がきっかけでやられるかわかんないわ。有素欲はこうして自宅を訪れたチョエンに対して、愛人にする気満々で接した。まさか南朝一の美貌を持つ自分に言い寄られて、断る男なんているはずがないと思ったからだ。とんだ女ね。一回誰かがガツンと言ってやんないと。ところがこのチョエンという男、なんとこの誘惑に一切なびかなかった。そうなの？有素欲は彼を何度も夜の相手に誘ったが、すべて断られてしまったんだ。ほえー、そりゃすごいわね。そして10日の期限が迫ったある日、いつものように誘いを断られた彼女が理由を聞くと、チョエンは次のように返した。私には女性を喜ばせる才能はありません。それなのにどうしてあなたの要望に応じられるでしょうか。なんとか怒らせずに断ろうと気を使ってるわね。弱った有素欲は、あなたは男らしい髭を生やしているのに、どうしてそんなに育児なしなの？と煽った。すると彼はたとえ育児なしでも、そこまで恥をさらす勇気はありませんと答えたんだ。このスマートさ、もはや国宝級。これには彼女も見逃すしかなかったんだぜ。一件落着ね。それにしてもわがまま女がよく諦めたもんだわ。もちろんやろうと思えば無理やり物にしたり、自分に恥をかかせたと処刑することはできただろう。だが、さすがにここまでイケメンかつ人気者の命を奪うのはためらったのかもしれないな。ああ、さすがに評判下がりそうだしね。こうしてチョエンは毒牙から逃れられたんだよ。しかしどこまで完璧なの、このイケメンは。そうだよな。彼の真面目エピソードを見ると、かなり高潔って感じだぞ。例えば金銭を好まず、絶対に賄賂は受けなかった。誰かが買収しようとした時にはこう言ったらしい。それを渡されても手助けはできません。このことを報告しないといけなくなりますから。すると相手は怖くなり、すぐにそれを片付けてしまったんだ。相手にも気遣いできるいい男。また南朝層では一時期、何かのトラブルで保守王が手に入らなくなったらしい。魚全体の値段が高騰して、別の地域から密輸した魚が出回ったりしたんだ。そんな時、チョエンはある人から30匹の魚を送られた。彼は貧乏だったので、弟子たちはそれを売ってお金にしろと勧めたそうだ。しかし彼はそれを拒否すると、友人たちと分け合って全部食べてしまったんだぜ。さすがだわ、この聖人。とまあ、こんな感じの人物だったんだ。自慢の美貌でチョエンを落とそうとした有素欲も、面と向かって断られるとさすがに諦めないわけにはいかなかったんだろうな。なんとか貞操を守りきったわね。ちなみにこの滞在によってチョエンは、なぜか有素欲よりも夫の仮装と仲良くなった。この縁は後々まで続き、有素欲の没後は同じ職場で働くことになるんだ。どんな偶然？
さて前輩帝はめちゃくちゃな振る舞いと、粛清癖のせいで評判が地に落ちていた。そうした悪行がたたり、叔父に当たる人物に反乱を起こされてしまうんだ。そして前輩帝の帝位はあっさりと散脱され、第六代皇帝の明帝が誕生したんだぜ。なんと前輩帝の治世は、たった1年半という短い期間だったんだよ。ええ、派遣社員ぐらい短いわ。この明帝は、かつておいである前輩帝からイノシシ王と呼ばれて馬鹿にされていたんだ。裸になるよう命じられて泥水に浸からされたり、飯と雑穀を混ぜた桶から手を使わずに食べさせられたりといった嫌がらせを受けていたぞ。こうした恨みが、帝位散脱のきっかけになったのかもしれないな。残念ながら恨まれて当然としか言えないわ。しかし、明帝も即位後は前輩帝と同じような大敗政治を行うことになった。さらには自分の息子のために邪魔な親戚を粛清するなど、前輩帝とどっちもどっちだったんだよ。とんでもない一族ね。ちなみに明帝は肥満体質で晩年は性的不能となり、子供が作れなくなったんだ。そのため臣下の目かけに子供ができると、密かに自分の子供として出産させたそうだぞ。めちゃくちゃすぎる。そんな明帝は前輩帝の親族の有素欲も見逃さず、粛清の対象にした。陰頭な振る舞いで皇室を貶めたとして、命を絶つよう命じたんだ。こうして南朝一と言われた美女の有素欲は、二十歳にもならない若さで人生終了となったんだぜ。ちなみに弟の前輩帝は享年16歳ほどだな。若すぎてビビるわ。さて当時は妻が裁かれると夫も同罪だったが、あまりにも夫婦仲が破綻していたせいか家相は罪を免れたんだ。それどころか明帝の下で出世して、その息子の後輩帝にも取り立てられたぞ。めちゃくちゃ堅実。さらに有素欲の毒牙を逃れた著縁も、同じく後輩帝から徴用されたんだ。しかも何の因果か、仮想と著縁は後輩帝の下で一緒に働くことになったんだよ。王朝が次の南西に変わっても二人は変わらず働き、最後は兄弟のように信頼し合う間柄になった。有素欲のことを考えればややこしい関係だけどな。とはいえ有素欲のとんでもっぷりに苦しめられた男同士、不思議な絆が生まれたようだ。敵の敵は味方ってやつかしら？そういうことかもな。こうして欲望に素直なエロ女有素欲は命を失い、堅実な夫の仮想は生き延びたってわけだ。お話として聞くだけならめちゃくちゃ面白いけど、実際にこんな女性が近くにいなくてよかったわ。そこは同感なんだぜ。今度は恐ろしやの血を継ぐ、美しき女性たちの悲惨な末路を厳選して紹介しよう。美女の末路。話のネタにはぴったりね。生まれを利用して成り上がったもの、時代の流れに飲み込まれたもの、そしてあまりにもしくじりすぎたものたちのお話だ。楽しみだわ。まず最初に紹介するのは、幽閉された怒れる女帝ソフィア・アレクセイエヴナだ。ソフィアは、ロマノフ王朝の二代目ツァーリであるアレクセイ・ミハイロビチと、王妃マリア・ミロスラフスカヤの娘として1657年に誕生した。そのツァーリっていうのは何なの？ツァーリとはロシア皇帝のことだな。つまり一番偉い人ってことね。そういうこと。さて、成長したソフィアは後継ぎ問題に乗じ、ストレリピと呼ばれる重兵部隊を先導して強引に権力を奪った。そして弟のイヴァン5世をツァーリの座につけ、対立する一派を片っ端から血祭りに上げてしまったぜ。いきなり血生臭い展開だわ。彼女は自らイヴァン5世の摂政となることを表明、事実上の女君主としてロシア帝国の女帝となったんだ。そして権威をつけて外堀を固めていき、いずれは自らツァーリになる意思があったようだな。根っからのボス気質だったのね。でもそこまでうまくいくものかしら？どうやら政治のセンスはあったようで、革新的な政策をいくつも出しているぞ。しかしそのうちに致命的な失策をして、女子修道院に幽閉されてしまったんだ。あちゃー、儚い夢だったわね。ソフィア幽閉から8年後、ヨーロッパへの使節団に同行していた皇帝ピョートル一世の耳に、モスクワでストレリピが放棄したという知らせが入る。ストレリピは重兵部隊のことだったわね。そう。またもやソフィアの仕業かと怒ったピョートル一世は、ソフィア支持派のストレリピを片っ端から拷問して処刑していったんだ。その数なんと1500人以上に上ったんだぜ。ちなみに拷問方法も皮の鞭で打ちまくる、サムスクリューという器具で指を潰す、背中をゆっくりと炙る、脇腹や足を引き裂くなどなかなかえぐい。鳥肌やばいからやめてもらえる？ところでソフィアは幽閉されてたはずだけど、本当に黒幕だったの？いや、実はそこははっきりしないようだ。だがあくまでも彼女を疑うピョートル一世は、修道院のそばに処刑台を設け、首謀者とおぼしき3人の兵士の遺体を、ソフィアの部屋の窓の外側に吊り下げたんだぜ。なんでまたそんなこと？いずれお前もこうなるぞというメッセージだろうな。陰湿すぎる。その後ピョートル一世はソフィアに修道女になるよう命じ、彼女は修道院のさらに奥深くへ幽閉された。監視する兵士の数はなんと100人もいたそうだ。どれだけ彼女の復帰を恐れていたかがよくわかるわね。ああ。
そんな息の詰まる空間に入れられたソフィアは、6年ほど生きて46歳で亡くなったんだぜ。女帝の最後にしては寂しすぎる気もするわ。続いて紹介するのは、美のために人の命を奪う女帝エリザベータ・ペトロブナだ。エリザベータはモスクワで生まれた。幼い頃からその美しさで注目を集め、フランス語やドイツ語などを流暢に話し、ダンスの名手としても知られていたらしい。なんというか完璧な霊嬢って感じだわ。だがイヴァン6世という生後2ヶ月のツァーリが即位すると、それに反対する貴族たちがエリザベータを担ぎ出し、クーデターを起こしたんだ。幼いイヴァン6世は1歳で牢獄に入れられ、23歳で処刑されるまで一歩も出られなかったそうだな。さすがに哀れすぎるわ。さて、女帝となったエリザベータだが、政治に興味がなく派手な遊びが大好きで、ことあるごとに宮廷で仮装舞踏会を催したり、お祭り騒ぎに明け暮れるようになったんだ。また、おしゃれ大好きで所持する衣装は1万5000着、常に豪華な宝石で自分を飾り立てていたらしい。ちなみに一度着たドレスは二度と着なかったと言われているぞ。一着もらえないかしら？やがて彼女は美の狂気に取り憑かれて暴走していく。まず、宮廷の女性はエリザベータよりも着飾ったり目立つことは許されず、同じ髪型や似たようなドレスを着ることは禁止。彼女より目立つ服装をしただけで逮捕されることもあった。しかも流行最先端のドレスは、エリザベータが一番最初に手に入れると法律で決められていたほどだぜ。どんな勝手な法律？また、エリザベータは自分より美しい女性が大嫌いだった。そのため美しい侍女はことごとく首。美貌の貴族がいれば宮廷の出入りを禁じたり、ひどい場合は流刑にすることもあったんだ。やりすぎやりすぎ。本当にそこまでしてたの？ああ、具体的にはこんな感じだ。ある日綺麗なリボンをつけた貴族女性を見とがめ、大きなハサミを持った召使いを連れて彼女の元へ。そしてなんと髪の毛もろともリボンを切り取って、そのまま切り刻んでしまった。人々は恐ろしさに震え上がったというぜ。狂気すぎるでしょ。むしろ心配になってきたわ。まだあるぞ。エリザベータはピンク色が好きで、他のものがピンクのものを身につけることを禁じる勅令を出したんだ。そのためたとえ下着であったとしても、他の人間が身につけるのは許されなかったぞ。もし隠れて身につけた夫人や侍女が見つかれば、投獄や死施設団の目にあったという話もあるほどだ。怖すぎる、ピンクの下着つけるのも命がけって。だがそんなエリザベータもやがて体調が悪化。どうも心臓病だったと言われているな。あまりにもわがままに生きた彼女だったが、1762年1月5日サンクトペテルブルク夏宮殿で静かに息を引き取ったんだぜ。何が彼女をそうさせちゃったのかしら。続いて紹介するのは、奇跡の赤軍女性スナイパーユドミラ・パブリチェンコだ。ユドミラは1916年、ソ連の前身である帝政ロシアで生まれた。成長すると赤軍に入隊志願。当時は24歳の女子大生で、容姿端麗かつ流行の服も着こなしていたんだ。だが赤軍はそんな女性が戦場で使い物になるとは思えず、不合格としたぞ。確かにちょっとそぐわないかも。しかしユドミラは諦めず再び志願する。熱意に負けた赤軍は入隊を許可したんだ。こうして念願の狙撃手になった彼女は、めきめきと頭角を現していく。戦場で始末した人間は75日間でなんと187人。ある時はわずか15分で、16人を狙撃したという記録もある。この活躍を買われ、たった3ヶ月で上等兵から少尉まで昇進したんだよ。凄腕女性スナイパーってかっこよすぎるわ。評判はソ連にとどまらず、敵国にまで轟いていた。そのため徹底的にマークされることになる。1942年6月にはドイツ軍が、ユドミラのいる陣地に砲撃。負傷した彼女は、病院に移送され戦線を離脱することになったぜ。怪我から回復すると復帰を望んだが、赤軍は別の道を示したんだ。どういうこと？彼女をプロパガンダに利用しようと考えたんだよ。プロパガンダって言うと、政治的な宣伝活動だな。その頃のユドミラはソ連では知らぬ者のない英雄で、まさに敵役だったんだ。こうして除隊した彼女だが、それまでに狙撃したドイツ兵は300人で、女性スナイパー史上最高記録を叩き出していた。ソ連政府は彼女を通じて赤軍のイメージアップを図り、その作戦は功を奏して、彼女のようになりたいと2000人もの女性スナイパーが誕生したぞ。完全に狙い通りだわ。ある時彼女は、プロパガンダの一環として同盟国アメリカへと派遣されたんだ。そして当時のアメリカ大統領ルーズベルトと、ファーストレディーのエレノア夫人と面会を果たしたんだよ。最上級の扱いってやつね。帰国後は、女子狙撃教育隊の教官として後進の指導にあたり、終戦後の1945年には赤軍を除隊。その後は以前通っていたキエフ大学に復学し、修士号を取ったんだ。そして海軍司令部の戦士課に就職、研究助手として戦士の編纂に携わっているぞ。凄腕ヒットマンで頭もいいって、完璧超人か何かですか？退役軍人委員会などでも活躍していたが、
1974年に58歳でその生涯に幕を閉じたんだ。最後まで祖国に貢献した人生だったのね。続いて紹介するのは血の拷問に明け暮れた、伯爵夫人ダリア・サルプイコバだ。ダリアは1730年11月3日、ロシア帝国の貴族令嬢として生まれ、サルプイコバ伯爵と結婚して伯爵夫人になる。結婚生活は順調だったが夫が死亡、26歳にして未亡人になってしまったんだ。だが夫の死によりモスクワ近郊の広大な土地と財産、そして600人以上の農奴を相続。彼女は、モスクワで最も裕福な未亡人と呼ばれるようになったぜ。勝ち組としか言いようがないわ。まあここまで見ただけだとそうかもな。どういうこと？彼女は実際には、この状況に強いストレスを感じていたらしい。そのストレスに耐えきれなくなったのか、なんとお抱えの農奴たちに、残酷な虐待行為を繰り返すようになってしまうんだ。虐待って何事？それも少女ばかりを狙って拷問して、結果として大勢の命を奪ったんだよ。ええ？彼女は農奴が少しでもミスを犯すと、どんなミスであってもすぐさま罰したらしい。それこそ家の掃除の仕方が気に入らないとか、ほんのちょっとした理由のこともあったみたいだぜ。農奴からしたら地獄みたいなもんでしょうね。一番多い罰は鞭打ちだったそうで、最初は自分で打つが、疲れると男性の使用人に続けさせたんだ。屋敷の中で鞭を打った後は、馬小屋に連行して息絶えるまで鞭を続行。使用人が農奴を痛めつける様子は、その場に立ち会って農奴が力尽きるまで監視していたって話だぞ。とんでもないサディストがいたもんだわ。また、妊娠中の家庭教師を拷問にかけたこともある。家庭教師は拷問のショックで産気づき、そのまま子供を出産。だが出産が終わるとなんとダリアは拷問を再開。息絶えるまで拷問を続けたんだよ。はぁ？力尽きた遺体は棺で極寒の屋外に運び出され、その上には生まれたての赤ん坊が置き去りにされたという話だな。ええ、残酷とかいうレベルを通り越してるわね。またある時は農奴を冷たい池の中に首だけ出した状態で立たせ、彼女が溺れるまで見守ったらしい。そんなことまでして周りにバレなかったの？実は農奴たちは、ロシア当局にダリアの悪用を記した手紙を合計21通も送っていたんだ。だが全てなかったことにされていたようだな。そんなことある？ダリアは宮廷に力を持つ有力貴族の一人。農奴の告発程度じゃどうにもならなかったんだよ。とんでもない時代だわ。だが農奴の遺族の一人が、当時即位したばかりの新生ロシア皇帝に嘆願書を送ったところ、奇跡的に真面目に取り合われたんだ。その新生皇帝エカチェリーナ2世は調査を命じ、ダリアの悪用が露見する。これを受けて1762年5月17日、ついにダリアは逮捕されたんだぜ。ようやく悪が滅びる時が訪れたのね。ところがその後の聞き取り調査は異様に難航する。なぜならダリアを恐れた農奴たちが、真実を話すのを拒んだからだ。しかし長い取り調べの結果1757年から1762年の間に、138人もの女性農奴の命が奪われたという、恐ろしい事実が明らかになったんだよ。被害やばすぎる。いざ裁判が始まったはいいものの、ダリアは反省や後悔を一切示さなかったそうだ。貴族であるダリアは、農奴を自分と同じ人間とは鼻から思っていなかったんだぜ。さすがに壊れちゃってる感じがするわ。そんなダリアはエカチェリーナ2世によって、終身刑の判決を受ける。まず赤の広場で晒し者にされた彼女は、女子修道院の地下室に鎖で繋がれたんだ。場所は日の光が一切入らない地下室。彼女はそこで24時間監視されながら暮らすこととなったんだよ。うわぁ、そんなところ1日でもいたら発狂する自信があるわ。いやいや、ダリアはなんと71歳まで生きたと言われているぜ。生命力バケモンすぎる。最後に紹介するのは革命に飲まれたロマノフ朝の皇女、アナスタシア・ニコライヴナ・ロマノバだ。アナスタシアは1901年6月18日、ロマノフ朝の第14代ロシア皇帝ニコライ2世と、アレクサンドラ皇后の第4王女として誕生した。いたずら好きな性格で写真が趣味。いつもコダック製箱型カメラのブローニーを手放さなかったそうだ。愛用するカメラを椅子に固定して、鏡に映った自分の姿を撮影し友達に送るなど、今でいう自撮りのようなこともいち早く楽しんでいたようだな。それは先見の明がありすぎるわね。そんな彼女をロシア革命が襲う。1917年の2月革命で生まれた臨時政府により、アレクサンドロフスキー宮殿で暮らしていたアナスタシアの一家は、自宅軟禁状態に置かれたんだ。その後はシベリアのトボリスクまで移送され、8月から軟禁生活が始まったぜ。宮殿生活から軟禁生活って振り幅やばい。さらに10月革命が起きると、政権はボリシェビキへ移行。ニコライ2世とアレクサンドラ、そして姉のマリアは新たな軟禁先のエカテリンブルクに移され、アナスタシアたちも後を追わされたんだよ。その頃は赤軍 VS 白軍によるロシア内戦が勃発していた。その赤軍と白軍っていうのは一体何なの？
当時ボリシェビキという労働者グループが政権を取っていて、赤軍はボリシェビキによる革命軍、白軍はそれに反対する勢力のことだな。この白軍がエカテリンブルクまで迫っていて、彼らがニコライ2世を救出するのを危惧した赤軍は、ニコライ2世一家を葬ることを決めたんだぜ。ってことは当然アナスタシアも、1918年7月16日アナスタシアたち4人姉妹は、いつも通り午後4時に父親のニコライ2世と一緒に庭を散歩、普段通りの生活を送り、午後10時には眠りについたという。だが翌17日の深夜1時半過ぎに全員が起こされ、エカテリンブルク市内の情勢が不穏なので、地下2階に避難するようにと告げられたんだよ。抵抗されないように嘘をついたのね。ああ。そして全員が地下に降りると部隊が入室した。そして、かつて警護隊長だった男から、処刑の実行を告げられたんだぜ。アナスタシアと子供たちは、しばらく言葉にならない叫び声を上げていたらしい。さすがにきつすぎる描写だわ。最初の一斉射撃により、兵士たちはニコライ2世、アレクサンドラ皇后、そして料理人と召使いを葬り、その後アレクセイとマリアがそれぞれ頭部に弾丸を受けた。部屋から運び出される際、マリアとアナスタシアにはまだ息があったようで、マリアは起き上がって腕を上に伸ばし、アナスタシアは口から血を流してうめいていたという話だ。この作戦に関わった兵士たちの証言は残っているが、なぜか食い違っている部分も多いみたいだぞ。撃つ方も極限状態でしょうしね。そうだろうな。兵士たちは緊張を抑えるために、ウォッカを飲んで挑んだらしい。どちらにせよ遺体はバラバラに切断され、焼却されたため正確な事実はわからないんだ。唯一わかっているのは、最後に死亡したのがアナスタシアだったということだな。ともかく彼女は17歳という短い生涯を閉じたんだよ。まだ若いのに哀れすぎるわ。その後、ロシア国内には自分がロマノフ家の生き残りと主張する人間がたくさん現れる。一説によると200人以上の人々が、生き残りを語ったそうだ。中でも多かったのがアナスタシアの生き残りで、当時はアナスタシア生存説が都市伝説のように囁かれていたんだよ。確かに公女の生き残りなんてドラマチックすぎる。そしてこの生存説で最も有名なのがアンナ・アンダーソンだ。彼女は発表済みの回顧録を読んだり写真を見て、ロマノフ家の生活に関する知識を徹底的に仕入れた。そのため、アナスタシアの幼少期の知り合いやいとこは完全に騙されていたらしい。どんだけよそれ。結局アンナ・アンダーソンは1984年に亡くなったが、その後も彼女の正体については議論が続いていた。そんな中1991年と2007年に、エカテリンブルク近郊で両親と3人の姉妹の遺骨が発掘され、DNA 鑑定によって皇帝一家のものであることを確認。これにより1918年に一家全員がエカテリンブルクで葬られ、生存者はいなかったことが証明されたんだぜ。ちなみに遺骨はボリシェビキによって、焼かれた理由3で溶かされていたという。ひどすぎる。同感だ。ともかくこうしてアンナ・アンダーソンはアナスタシアではなく、ポーランド系ドイツ人の女性フランチスカ・シャンツコフスカであると確定し、生存説は完全に否定されたんだよ。写真好きな普通の女の子が、王族だからってそこまでの扱いを受けたなんて信じられないわね。当時の人たちもそう思ったからこそ、生存説なんてのが生まれたんだろうな。確かにそうかも。公女の死を信じたくない気持ちが生み出した都市伝説だったわけね。